平野紫耀を悲しませるかもしれないとの発言にファンの反応は賛否両論。2023年10月15日、元キングプリンス、キンプリの岸優太さんが、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が設立した、トベの YouTube 生配信に出演し、新グループ、ナンバー、愛の結成を発表しました。この発表に伴い、平野紫耀さんが今後の活動について、 悲しませることもあるかもしれないと発言したことがネット上で賛否両論を巻き起こしています。この記事ではその発言とファンの反応について詳しく探ってみたいと思います。平野紫耀の悲しませるかもしれない発言配信の中で平野紫耀さんはもしかしたら悲しませることもあるかもしれませんとコメントしました。この発言は 新グループの活動に対する期待と不安が入り混じる状況の中で出たもので、彼の率直な感情を表現したものと言えるでしょう。東京ドームを貸し切りって行われた配信では、岸優太さんや神宮寺優太さんと共に、グループ名の由来や今後の活動について熱心に語っています。新グループ、ナンバー、愛のメンバーは、ファンから熱狂的なサポートを受けており、彼らの活動に対する期待は高まっています。 その中で、平野紫耀さんの、悲しませるかもしれない、発言は、ファンにとって驚きと共感を呼び起こしました。彼は、ファンとの絆を大切にし、未来の活動に向けて前向きな意気込みを示しています。ファンの反応、賛否両論。平野紫耀さんの、悲しませるかもしれない、発言に対するファンの反応は、賛否両論となっています。一部のファンからは、 その発言が不安や悲しみを引き起こす可能性があることに対する疑問や不満の声が上がりました。彼らは、すでに悲しんでいるファンが多くいる状況で、そのような言葉を発する必要があったのかと疑問ししました。また、長瀬恋さんや橋山さんを応援する現金プリファンからは、言うタイミングいつでもあったでしょう。もうすでに悲しんでるファンたくさんいるんだよとの苦言も見られました。これらのファンは、 新グループの結成によって既存のグループからの離脱を受け、そのショックから立ち直るのに時間がかかることを考慮に入れたコメントを期待していたようです。しかし、一方で、平野陽さんへの指示や応援の声も多く見られました。彼の発言が真剣なものであり、ファンとの信頼関係を大切にしていることを示すものであると捉えるファンも多かったのです。彼の率直な言葉に共感し、 良いことばかりじゃないかもしれないけれど一緒に乗り越えようと言ってくれたことで紫テルさんへの信頼度が増したというコメントも多く寄せられました。平野紫耀さんの悲しませるかもしれないとの発言はファンの間で賛否両論を巻き起こしています。彼の率直な感情表現は一部のファンには不安や不満を抱かせましたが多くのファンにとってはその発言は彼がファンとの絆を大切にし 共に未来を切り開いていく決意を示すものでした。新グループ、ナンバー、愛の活動がスタートし、平野紫耀さんとメンバーたちがファンにどのような音楽とエンターテイメントを届けてくれるのか、今後の展開が注目されています。彼らのファンは、彼らを支えながら、一緒に幸せな瞬間を共有し、未来を切り開いていくことでしょう。